はい。皆さん、こんばんは。こんにちは。元、公立高校理科教諭の、ちょぼ先生です。ちょぼっとサイエンスのお時間となりました。皆様、いかがお過ごしでしょうかということで、すっかり秋めいてきましたね。朝晩はね、秋らしいね。カラッとした、ちょっとした冷え込みと。 ということで、まあ日中はですね、まあ例年に比べてね、まあ気温が高い日が続いておるんですけども、まあ朝晩はね、えー、この冷え込んだところを見ると、ああ、秋来たなといったところでね、まあイガグリなんかも落ち始めましてね、えー、まあ結構ね、その栗の産地ですかではね、これでも栗きんとん買いましたけども、まあ、非常に美味しくてですね、まあ今がね、旬の時期に来ましたね。 あの、松茸ね。秋といえば松茸のところあるんですけど、松茸が全然取れてないらしいですね、国産ね。えー、まあ、もともと高級品なんですけども、より高級品に拍車がかかったっていう感じでね、もう国産の松茸は今年は全然取れてないので、超超高級品になってるということで、まあ、サンマも取れてませんしね、まあね、えー、まあ季節は巡りますし、その日や、 えー、その年が暖かい日もあればね、寒い日もあるのでね、まあそういったものを楽しみながらですね、まあ四季折々のものをね、えー、楽しみたいなといったところですかね、ということで。えー、今日のお話はですね、えー、トマト、トマトがですね、会話するっていうね、お話をね、したいと思います。まあ、我々ね、イライラしたりとか、もう怒ったりした時にですね、なんか叫び声というかね、なんかこう、ひ、とり言言いますよね。ああ イライラするな、とかね。うまくいかへんな、みたいなことをね。言うと思うんですけども。実は植物もね。こう、ストレスにさらされた時とか、なんかこうイライラした時にね、うん。そういった時に、まあ、悲鳴を上げているっていうね。まあ、お話を、ね、したいと思うんですけども。おまあ、これがですね、まあ、判明したんですね。これはですね、イスラエルのテルアビブ、えー、大学の研究チーム。ハダニー教授らの研究チームがですね、えー、そのね、 えー、ストレスにさらされると、トマトがね、まあ、悲鳴を上げているっていうね、ことを判明して、かま、発見しましたので。このね、まあ、悲鳴を上げる、悲鳴を上げるってね、あー、その人間みたいな、あー、わかんなーみたいな、もうそんなんじゃなくてですね、えー、どう、悲鳴を上げるっていうのは、その植物、まあ、トマトがね、悲鳴を上げるのはどういうことかっていうと言いますとですね、えー、まあ、超音波を走ってるってことなんですよ。まあ、超音波、悲鳴、超音波の、 悲鳴を上げているってことなんですよ。いや、超音波って何なんて話なのかもしれませんけども、まあ、トマトのね、まあ、茎の中ね、まあ、水ね、根から吸い上げてね、まあ、銅管でね、こう、えー、管現象とかね、えー、上に上げておきますよね。で、葉っぱとか、そこにまあ、水をね、えー、巡らしてですね、まあ、光合成をして栄養分を作っていくわけですけども、この水の流れで、まあ、微細な空気の泡が発生するんですねで。それが破裂することがあってですね、その際、 超音波が発生するんですね。水の微細な泡がこう破裂した時の音が超音波や、まあクリック音とも呼ばれたりもしますけども、まあその時に超音波発生するってことなんですよ。 超音波発生してます。実際ね。トマト、まあ、植物。まあ、トマトに限らずね、ま、タバコとかでも、実験してるので、まあ、植物に、あの、トマトに限らずですね、まあ、植物はもしかしたらね、全般的に超音波発生してるんじゃないかっていうふうにね、えーまあ、言われておるんですけども、その時にね、超音波発生します。でもね、我々はね、聞くことができない。十、えー、16Hz 単位ぐらいまでは、我々その音を認識することができるんだけど、このトマトの、えー、超音波ですね、まあ、40から 80Hz 単位なので、 まあ人間は聞くことができないで。人間の意味では、その音だというふうに認識することがえ、まあ、できないんですけども、まあ、超音波を走っているということが分かったと。でさらに、ね、このストレスにさらされたときにより多く超音波を発生して、要は悲鳴を上げていると、まあ、いうことなんですねで。どんな実験をしたかっていうとですね、えー、3つの状態を作り出しました。えー、干ばつ状態にして水不足のストレスを与えたもの。 え茎の切れ、茎に切れ目を入れて、物理的損傷のストレスが与えられたもの。要は枝切られたやつね。茎切られたやつ。あとは、え特に何のストレスも与えなかったもの。この3つの条件を、作って、でえー、数十メ、数十センチ離れた。約10センチくらい離れたところに、その超音波を認識できるマイクを設置してですね、まあ、実験を行ったということなんですね。 で、えー、これでどうなったかというとですね、えー、ばつ状態に置かれたトマトは、平均して1時間あたり35回の超音波を発生したと。で、切り傷を与えられたトマトはですね、1時間あたり25回ほどクリック音を鳴らした。要は超音波を発生したということなんですね。で、えー、一方ですね、その、何もない、ストレスを特に与えてないものは、1時間あたり1回以下の頻度でしか、 音を鳴らさなかったということでですね、えー、なんかこう、ストレスを与えられたらですね、悲鳴を上げてるんですね。うん、まあこれはね、まあ人間のようにこの言葉じゃないんだけど、ああ水欲しいなとか、痛い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 、茎切られた、なんか痛い痛い痛いみたいなね、そういったことを多分、うん、まあ悲鳴を上げているってことなんですよ。うん。でさらにですね、このね、久しぶりこの水不足だったものに、急に水を与えるとですね、喜びのね、 そういった超音波も発生するらしいんですね。で水を当てられると、この微細な泡が発生して、やった水や、水や水ややった、交互性できるみたいな時にも超音波発生しているので、何かしら音を発生させていると。 まあ、いうことなんでございますね。でね、このね、音はね、我々人間、ね、聞くことができないんだけども、この微細な超音波、ね、泡から発生する超音波はね、ガーとかですね、昆虫とか、もしかしたら、あの、鳥とかも聞けてるんじゃないかっていうふうに言われてるんですよ。で、このね、超音波を発生して、音を聞くことができる昆虫とかの、うん、詳しい、 えー、意味合いというかね、詳しい理由は全然分かってないんだけど、もしかしたらこうストレスを感じたものを、えー、認識して音で聞いて、えー、より食べるとかね、えーまあ、そういったことをしてるんじゃないかっていうことも言われておりますし、なのにこれ蜜蜂ね、えー、蜜ができたよっていう時に超音波発生して、それをね、認識して聞いて蜜を取りに行くっていう研究結果も出てるんで、何かしら音で、 え、知らせることによってですね、えー、その、受粉とかもさせてるんじゃないかっていうふうに言われてるし、さらにさつまいもとかも音を鳴らして食べられた時に、やばい、これ、また食べられるでっていうんでその危険信号シグナルも、 サツマイモ感で超音波のやり取りをしてるっていう研究結果もあるので、もしかしたら植物っていうのは、こう常にこうストレスと抱えてて、仲間うちにこれやばいで水不足かでとかね、なんか食べられてるから気をつけた方がいいで、毒物もこっち作ったほうがいいで、防御したほうがいいでっていう、そういった会話やり取りを、もしかしたら頻繁にしているんじゃないかっていうね、えー、そういった え、ことを示唆させ、させる、まあ基礎的な実験として大いに評価されておりますし、まあ細胞、細胞じゃないですね、えっと、科学雑誌のセルにも載ってますしね、えー、この超音波を発生する植物がっていう研究はですね、よりどんどん今後進んでいくのかなと。 まあったところでね、まあ今は面白いね、研究テーマの、まあ、一つではないかなっていうふうに私はちょっと期待してるんですけども、ということでね、もうその悲鳴を上げているっていうことで、まあ人間はね、まあ、聞けない。まあ人間が認識できない色もたくさんありますし、まあ人間が全てトップではないですから、まあ、そういった音も聞けないんだけども、植物はそういった超音波でもしかしたら会話してるんじゃないかと。 いうね、めちゃくちゃ面白い実験なんでございますね、ということでね、そういうふうに聞けたらね、もう面白いんですけど、よりね、植物のそのね、聞いて、その、ストレスの度合いによって、切られたら切られた時の超音波のヘルツとお、水不足の時の、その、超音波のヘルツ帯が違うらしいんで、その、 そのヘルツ帯を分けて、その悲鳴のそのヘルツを分けて、今何を欲して何がやばいのかっていうのも、おそのヘルツ帯が変わるっていうのも研究果出てますので、もしかしたらいろんな声を超音波として出してるのかもしれないということで、めちゃくちゃ面白いですね、これね、ということで、ね、そういうことがね、えー、そのヘルツ帯が聞くことができて、それ認識することができて、AI とかで認識することができて、まあ、何が欲してるのか、何が足らんのかっていうことにも繋がるから、 より AI 農業みたいなね、ことがもう繋がっていくのかなっていうことで、こういった音、超音波、この研究は今後伸びていくんじゃないかなというふうに思っておりますということで、今日はこの辺にしたいと思います。それではまたもさようなら、バイバイ。